マイケル・チャールズ・マッケンリーは、アメリカ合衆国テネシー州、ノックスビル出身の元プロ野球選手。トを右ト右ミギ愛称は、ザ・ホート。2006年の MLB ドラフト7巡目で、コロラドロッキーズから指名され、プロ入り。2010年9月8日の新シシナ・キレッツ戦で、メジャーデビューを果たした。2011年3月29日に、 ダニエル・ターペントのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍。レッドソックス在籍中はメジャー昇格がなかった。2011年6月13日に金銭トレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。2012年は長打力を発揮し、自身初の2桁本塁打を記録。2013年12月2日、クリス・スチュワートの加入に伴ってリーフとなり、 同日にノンテンダー FA となった。2014年1月16日にフルス・ロッキーズとマイナー契約を結んだ。3月20日にメジャー契約を結んだ。2015年も開幕からアクティブロースター入りしたが、8月19日に右膝外側半月板断裂で60日間の故障者リスト入りし、24日に右膝の手術を受けた。10月14日に トリプル A 級アルバカーキアイソトープスに広角となり、翌15日に FA となった。2015年12月30日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年5月14日に自由契約となった。二千十六年五月十七日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び、 参カの AAA 級メンフィスレッドバーズへ配属された。7月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月19日にディーフとなった。2016年7月22日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。2016年8月15日にトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍し、参カの AAA 級コロラドスプリングススカイソックスへ。 配属された。オフの11月7日に FA となった。2016年12月22日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は参加のトリプル a 級ダーラムブルズでプレーし、73試合に出場して打率。209.4本塁だ。 25打点の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2018年2月2日に引退を表明し、同時に母校ミドルテネシー州立大学の育成ディレクターへの就任も発表された。また、この年より、ケントテカルブの公認として AT&T スポーツネットピッツバーグにて、パイレーツ戦の中継でアナリストを務める。ありがとうございます。